スノーマン佐久間大介、磨きがかかるセルフプロデュース力、求められるものへの理解が広げる活躍の幅。キラリと光る個性を持つメンバーが揃っているスノーマン。グループでの活動はもちろん、メンバーそれぞれが自分のキャラクターを活かして活躍をしている。そして、その中でも確固たるポジションを築いているメンバーの一人が佐久間大介だろう。佐久間といえば、今やジャニーズきってのオタクキャラ。自身がパーソナリティを務める冠ラジオ番組、スノーマン佐久間大介の待って、無理、しんどい、文化放送、も、好きなことを好きなようにガチトークしながら、待って、無理、しんどい、という気持ちを共有していく番組、と、彼のオタクキャラがきっかけでスタートしたものだ。その4月29日放送回では、5月26日からスタートするグループ初のドームツアー、スノーマンファーストドームツアー2023アイドゥミーのグッズプロデュースを佐久間が担当したことが語られた。